こんにちは、ハートランチ代表辰川理香です。私は新規就農者としてここ標津町で馬の生産牧場を始めました。出身は横浜で、直近だと東京の PR 会社に勤務し、昨年3月北海道に拠点を移し農業法人を設立しました。あそこにいるのが私たちの馬で、今は全部6頭います。今年7月には初めての子供も生まれてすくすくと育っています。この子が7月に生まれた子馬のハッピーです。元気なわんぱくボーイです。人も馬も心地よく感じられる空間を作りたいと思っていて、その延長線上には今北海道だけではなくて日本全国、その離農者だったり高齢化で問題があるんですけど、その夢を持ちながら農業に挑戦する姿を見てもらって、若い人たちにも興味を持ってもらえたらなっていうふうに思っています。馬文化の根付いている標津町でその文化を継承していきたいなっていうふうに思っています。ここも私たちの牧場の一部で、農家レストランを来年建設予定です。現在クラウドファンディングにも挑戦中なので、もしよければ応援いただけると幸いです。地域の方々に助けていただきながら今経営ができているので、これからも、今以上に頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。